掛け済みのシーツ10枚も取り込めとか、どんだけ往復させるつもりだよ。なんだこの箱は、クソ邪魔だな。誰だよわざわざ出入り口に置いたやつ。クソ、足でどかすしかねえじゃん。うわ、これなんか入ってるし。またあんたかよ。早くどかして。重いんすよこのシーツ。ちょっと俺両手塞がってんすけど。悪いと思ってんならドアくらい開けません？怪動物？どの子じゃ？おいおい、えらいビビっとるな。一体何があったんじゃ？じゃな。お絵描きもええけど、一旦一休みしようか。おいレン、洞窟に海水あるじゃろ。そっから水汲んでこい。レン、聞いとんのか？そのシーツは綿 100%、 通気性抜群じゃ。俺は行かねえ。
知らなみくん。誰じゃん。俺だよ。ああ、そうじゃったそうじゃった。おめえ知らなみっちゅう名字じゃったな。じゃけ急に言われても思い出せん。お嬢さんも蓮で統一しようか。勝手に呼び方決めんなよ。そんなことよりこの子の世話じゃ。わしな、いつかタコみてえな貝が隅吐き散らかす日が来ると思うとったけ。ここに形しとったはず。お、見つけた。お嬢さん、そこのキッチンにバケツあるけ、水汲んで持ってきてくれ。水道水でええよ。ここに水道水が使えます書いとるけん。これ作ったやつは天才じゃな。じゃろう、せめて邪魔せんといて。そんなことより水、はよはよ。よし、こんなもんじゃら。落ち着くじゃろ。怪異動物言うても適した住処におらな弱っちまうからな。しかし初めて見た種類じゃけ、ただ怪異動物呼ぶのもかわいそうじゃ。おいれ、おめえ名付け得意じゃろ。この子にええ感じの呼び名つけたれ。ああ、別に得意じゃないんすけど。そんな設定どこから来たんだよ。おめえがスマホで遊んどるゲーム、自分でいろんな名前つけよったじゃろ。なんじゃっけ、あれ。キリトとか、眠れるシシとか。名前つけてねえよ。おめえそこ隠れてイカスミスパゲッティでも食うてたん。さあ、付き合ってらんねえ。そもそもなんで俺が福岡で遊んでんの知ってんだよ。レン、上がる前にこの子に名前だけでもつけたれ。ええ名前じゃな。うん。ん？とは、おめえ何して？キュー！おい、タコ丸持ち上げてどうすんじゃ？
何しよう。せっかく作った海水も真っ黒じゃが。じゃあない、おめえら全員洗うけ、外に移動じゃ。うん。そこに並べ。相良春砲発射じゃ。ああ、おめえ先輩じゃけん、タコ丸に水浴びの作法を教えたれよ。うんうん。おめえ、そういうことちゃうんじゃ。やっぱりじゃ、この子は怖がると隅吐くけ、優しく接しとれば部屋も汚れん。サイズしかのうてすまんの。思った以上にブカブカじゃが、よう似合っとるよ。ま、それレンの服なんじゃが。そうじゃの、水星と陸星の組み合わせじゃ、ちいと珍しいが、気を打たんじゃろ。見た目はそうじゃの。しかし、あくまでこの子は怪動物じゃ。わしの経験上、一般的な動物とは生態が全然ちゃう。ま、いろいろ試してみようか。ほんで、この子は一体どっから来よったん？調査指令書？ほう、タコ丸の調査資料ってとこか。9月28日、運航中のコンテナ船が救難信号を出したきり連絡が途絶える。翌日、信号が発せられた東京湾周辺を捜索。沖合にて当該船舶を発見。しかし、船員21名は依然行方不明。もう、ちゃうでとは、こりゃ難儀な事件じゃ。9月28日言うたら3日前じゃな。ほんで、残された船内にて怪動物の幼体を1匹発見。直ちに DA 職員が保護。当該海域では先週から
通常の海洋生物だけでなく海動物の死骸が大量に発見され生態系の乱れが認められた。同海域におけるフィールドワーク、生態系の調査、海動物の保護が急務である。まずいな。せめてこれ以上の犠牲出さんよ。すぐ動かんとあかん。その船の中で見つかった海動物の幼体っちゅうのがタコ丸ってことじゃない？ぼ、ん？おめえここの学生じゃろ。なんでそんなことも知らんのじゃ。特待生。ああ、思い出した。確かにその顔、新米らの入学式の時見た気がするの。うん、うん。とは、おめえはいつもの丘に行く言うて入学式サボっとったじゃろ。すっかり失念しとった。お嬢さんがあの特待生じゃったか。いや、覚えたらんわしが悪かったけ。先輩としてしっかり説明したるわ。今後も資料で目にするかもしれん DA はダークウィックアカデミーの略じゃ。この学園にはわしら生徒や教師陣の他にも職員呼ばれる人らがおるけ、学園の管理やら運営はもちろん会員の研究員もここで働きよるしの。現場に出りゃ偵察部隊や捜索部隊、工作部隊なんて呼ばれるやつらもおる。ま、今回の資料に書いとった DA 職員は大方捜索部隊のことじゃな。おー、ええ返事じゃ。しかし参ったの。ん？いやな、今すぐ調査行こう言うたってこの子らがいつ起きるかもわからん。しゃあない、レンのやつ呼び戻してその間はあいつにこもりさせるしかねえか。